はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、背脂補給してまいりたいと思います。これからね、向かうお店なんですけれども、ラーメン弁慶さんという本店がね、浅草にありまして、いわゆるね、背脂ちゃっちゃ系のラーメン店としてはもう本当にね、代表格と、まあ、呼んでもいいんじゃないでしょうか。それぐらいですね、有名なお店さんでして、僕もね、もともと高校とか、そう、学生時代の時に、地元がね、足立区なんですけれども、そこの隣の区、葛飾区の方に堀切菖蒲園というところで、支店というかね、ありまして、まあ若い頃はね、結構そこで背脂補給してたんですけれども、今はちょうど改装中なのかな、動画公開の頃にはもしかしたらオープンしてる可能性もございますが、今日ねお伺いするお店が新たにですね、新小岩に店舗をオープンいたしまして、そちらの新店舗の方で今日は背脂補給してまいりたいと思います。ただいまですね、こちらも店内に入っておりまして、すでに注文は完了しております。ありがとうございます。ありがとうございますこれ続々と来てます。いろいろと注文してますので、まずねこのラーメンの出来立てを食べていこうと思います。早速いただきます。もう本当にね、これが僕の思い出の味ですよ。今回はですね、これチャーシューのダブルに油もですね、ギタギタで注文してありますんで、もうこれ背脂の海、すごいでしょ。ちょっとスープいこうか。うまい。この味が忘れられなくてね、地元の方に帰った時とか、仕事でね、近く寄った時とか、撮影外でも行ったりしてたんですよ。うますぎる。当時高校生だからもう15年ぐらい前だよね。で、青春の頃ね、通ってた味が今その15年を経てね、仕事として改めてこれ動画で撮れるっていう、感慨深いね。また弁慶さんはね、もちろんスープも美味しいんだけど、麺も美味しいし、今回はダブルで注文したこのチャーシューね、これトロトロで柔らかくて美味しいのよ。うまいな。もう今日に関してはもうコメントとかでもね、大げさって言われてもいい。なんかもう本当に今ね、心にこの味が染みてるのよ。ありがとうございます。こっちがエビ。エビで、はい、ありがとうございます。今ですね、注文したものがいろいろと来ましたんで、焼きたて出来たてを食べたいんだけど、まずね、伸びちゃうといけないので麺いきましょう。今回ね、大盛りで注文しまして、大盛りになるとね、麺2玉になりますんで、パンパン。この味だ。うまっ。これじゃあちょっとこの炒め物もね、先に来てましたんでいただいちゃいましょうか。うわ、うまそう。どう、うわ、うまっ。これまた普通のバラ肉とか後入れの肩ロースとかじゃなくて、これチャーシューのお肉だからさ、うまい。これ多分ラーメンに合わせてもうまいと思うから、ちょっと一旦さ、こうよ、このセットは絶対うまいと思うな。
タギタの背脂の甘みとニラとかのねシャキシャキの食感で香り最高に合うわ。こういう炒め物系頼むとご飯と一緒にね食べる方も多いと思うんだけど、これ弁慶さんのラーメンと合わせてみて、これはね新体験だわ。うまい。幸せだな。ちょっとこの辺りでですね餃子行ってみましょう。弁慶さんにはね結構店舗限定っていうのもあったりするんだけれども、こちらのね新小岩店さんではエビのね餃子が販売されておりまして、ひとまずね今回は通常の餃子とエビの餃子も両方いただきました。うわ肉汁がもう垂れてる。ノーマルの餃子ですね。うまっ。待ってこれめちゃくちゃうまい。しっかりとした肉感と脂感があって、下味はねそんな濃くないんだけど、そのまんまで十分の満足感。美味しい。ごめんなさい、正直ねもともと行ってたお店さんの方だとやっぱりラーメンばっか食べてたのよ。でもね初めて食べたこの餃子とか炒め物系いい、すごくいい。そしたらこの辺りで僕お得意のねこの餃子インラーメン、うわこのつゆ染み込んでてうまそうよ。ギタギタにした背脂が餃子の中に入ってさ、よりジューシー。うわー、これ全部うまい。全部うまい。今日止まんねえわ。店舗限定のね、エビの餃子もいってみますか。見た目だとね、違いはわからないぐらいですけど、いただきます。あ、プリプリ。あ、また生姜の香りがいいな。うまぁ。ちょっとこれも合いちゃおう。うわぁ、うまっ。うわぁ、うまっ。エビの餃子合わせるとさ、その生姜の香り、これと背脂の香りがね、絶妙に合う。このセットたまんないかも。なんかやっぱりさ、こう一品物がいっぱい販売してるといろいろね自分なりのオリジナルの組み合わせっていうのかな、そういったのができるから楽しいね。一個ねこういうの見つけちゃうとそのお店に通いたくなるよね。ただちょっとラーメンとおかずに集中しすぎてですね、せっかく頼んでた小飯ものこの辺りでいただきましょう。もうね見て、もう食べ方がわからなくなるぐらいもりもり具材。ちょっとこぼれちゃうかもな。大丈夫か。うわっ、これ今までのラーメンのものとか炒めるものと違ってチャーシューがね炙りになってまして、そのね香ばしさ、これがねご飯がっかりいっちゃうよ。ラーメンとセットっていう概念よりかもうこれはただの一品物の丼物です。うまっ。今回ねこう贅沢セットみたいな感じで頼みすぎた気もしたけど、そのおかげでこの弁慶さんをね楽しみきってる気がするわ。これ多分全部今日含めて2キロいってるかどうか
って感じなんだけど、心の幸せ度的に他のねもっと食べてる動画ともう同じぐらいこの幸福感満足感、ちょっとねほんとこの背脂ちゃっちゃ系食べたことないよっていう方はぜひねこの弁慶さんで一回食べてほしいね。うまっ、マジでうまっ。これだけですよ。あっという間ですわ。うん。ということで、ただいまですね、全品完食させていただきました。いつもだったらね、この後また追加で頼んだりとかして、楽しんだりはするんだけどね、もしかしたら、大食いなのに少ないんじゃないと言われてしまうかもしれませんが、なんかね、今日はこのまんま、この気持ちで終わらせたいと思います。改めて。ごちそうさまでした。本日はですね、こちら弁慶さんで美味しいラーメン食べてまいりました。15年前にですね足げく通ったこの記憶とともに感慨深さ、ただですねそれ以上に記憶よりも美味しくなってる気がするんだよね。僕のね大好きなあの弁慶さんが進化して今ここの新小用にですね新店舗が誕生しました。気になる方はぜひですねこちらのラーメン弁慶さんで美味しいラーメンや一品もの楽しんでみてください。ちなみに、本店は浅草の方にございますので旅行等でもですね来た際にはぜひそちらの本店さんの方でも美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは合わせて概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回伺ったこの弁慶さんですね。僕はもともと学生時代堀切菖蒲園という方にあった支店にねちょこちょこと行ってまして、やっぱりね学生時代若い頃ってこういう背脂ちゃっちゃ系ガツンとしたラーメンって最高じゃないですか。暑い日とかにね本当にこの学校の仲間内で汗かきながらここで塩分補給してなんていうね思い出があったお店さんでして、大人になってからももちろんねちょこちょこと、足運ばせていただいてて、一回ね店長さんとかにもお話しさせてもらったんですよ。今こういう仕事やってまして、もともとねここに来てましたみたいな話をしたところ、今回のねこの新小岩の店舗も店長さんが一緒でして、お店ね伺った際にどうします、今日はボールで作ったらいいですかみたいな、そのねあの大食いジャブというか、ギャグというか、打たれまして、度肝抜きました。まあね、このラーメンってのはもちろんその僕らだったらね、ボールで食べてもいいと思うんだけれども、やっぱりね、この思い出の味ということで、昔食べていたそのままを食べたいなっていう思いが強く、今回はこのような形でね、大食いって言えるか微妙なところではあるんですけれども、僕なりのね、思い出の大食いをさせていただきました。気になる方はですね、ぜひこちらの弁慶さんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日の雑談コーナーはこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。